スモランは、ブルガリアの都市である。スモラン州に属し、同州の州都に定められている。西ロドピ山地に含まれる、ゴリャムペレク山の登録に位置し、アルダ川の支流である、チェルナ川の上流を囲う渓谷に、市街地が形成されている。ギリシャとの国境に近いブルガリア南部に位置し、スキーリゾート地となっている。年月当時の人口は万人で、 ある。スモリャンの語源は、スラブ人の一派であるスモリャニ族であり、彼らの名前は、スラブ語で、樹脂を意味するスモーラに由来すると考えられている。南極大陸のサウスシェトランド諸島に含まれる、リビングストン島の地名である、スモリャンポイントは、スモリャンから取られた。スモリャン地域に人類が居住したのは、紀元前13世紀の青銅期時代末期に、遡ると考えられている。 スモリャン近郊からは、紀元前9世紀の遺跡が出土し、7世紀から9世紀にかけて建立された初期のバシリカ教会の遺跡が発掘されている。スラブ人侵入後、スモリャンは、第一次ブルガリア帝国、東ローマ帝国、第二次ブルガリア帝国によって統治されていた。14世紀の大部分、スモリャンは、ロドピ山脈沿いの地域を、 勢力下に置くブルガリアの封建君主モムチルの支配下にあった。1372年にスモリャンはオスマン帝国に征服され、16世紀のオスマン帝国のスルターンセリム一世の知性にスモリャンは9点やチェレビに与えられ、彼の名前であるアハチェレビの名前で呼ばれるようになる。17世紀に町はエゼロボに改称され、さらにバシュマクラ、パシュマクラと、 名前が変わった。第一次バルカン戦争の最中、1912年に、スモリャンは、オスマン帝国の支配から解放された。1934年に、パシマクラは、スモリャンに解消される。1960年にチェルナ川沿岸のスモリャン、ライコボ、ウストボが合併し、現在のスモリャン氏が誕生した。第二次世界大戦直後のスモリャンの人口は約5000人だった。 主に周辺の村落からの移住者のため、10年ごとの調査の度に人口は増加し、1990年代初頭に3万4000人を超えて最大に達した。2011年の国勢調査によれば、スモリャン市民の民族的アイデンティティは以下のように分布していた。合計3万642人スモリャンは、 大陸性気候と地中海性気候療法の特徴を合わせ持っている。東から吹きつける暖かく湿った風がスモリャンの気候に影響を与え、夏季は冷涼であり、冬季は比較的温暖ながらも降雪量が多くなっている。18世紀から19世紀にかけてスモリャン地域の経済活動が活性化し、繊維、衣類、木材、家具、動細工 金細工などの製品が生産された。近代以降も機械器具、食品加工、木材、繊維などの工場が稼働し、市の北部には歴生炭を産出する炭元がある。バイオストロイ、エンジニアリング、ダイルジャーなどの市を代表する大企業は建築の分野で活動しているが、市内の労働者の多くはアパレル産業、繊維業に従事している。 ブルガリア国内の他の地域に比べて人形が発達しており、環境に配慮した伐採が行われている。また、町周辺の自然環境を活用した、ウィンタースポーツ、スモリャン湖周辺の自然公園の整備が進められている。スモリャンは、地域の教育の中心地となっており、プロブニフ大学の教育学部を、はじめ、高等学校、専門学校が設置されている。 全体観察に適した立地にあるスモリアンの近郊には、路前天文台が建てられている。スモリアンには、ブルガリア最大の天文台付きプラネタリウムが置かれ、様々な催しが開かれている。19世紀頃から始まった、経済成長の過程で、スモリアンには、劇場や、博物館が建てられ、多くの教会が建立された。超唯一の劇場である、ロドピ劇場では、 毎年夏に、ロドピ国際演劇実験室の名前で知られる演劇家と学者のシンポジウムが開かれている。ストユシシコフ地方歴史博物館では、ロドピ地方に関する豊富な展示品が設けられている。ウィンタースポーツの分野では、スモリャンは長い伝統があり、近郊のパムポロボは、スキー、スノーボードを楽しめるリゾート地となっている。 ブルガリアプロサッカーリーグに属する PFC ロード派、スモリアンのホームタウンであり、同チームは2003年から2007年の間リーグのトップディビジョンである A グルーパに属していた。ライコボチックのチェシツカマハラ保存区には、1835年以降に建てられた家屋が残されている。それらの建物は、兄弟が住む二棟の家屋を一つに結合させる独自の様式をとっており、 兄弟家屋と呼ばれている。1873年に建てられたギョルジェフ家の邸宅もそうした兄弟家屋の一つであり、現在はハンガリーの詩人、翻訳家のラースローナジの博物館となっている。スモラン市内には自動車道が通っているが、市内に鉄道駅は置かれておらず、市から80キロメートル以上離れたアセノブグラト駅が最も近い駅となっている。 ありがとうございます。